今永2回です。ここは松山の素晴らしいバッティング、うまさが光りました。ノーアウトランナーは2塁、0対0から、そして今日は6番に入っていたメヒアのセンター前へのヒット、1点が入りました。しかしその後は今永、ランナーは出しましたが4回、今度はメヒアを高めのストレート、今日はストレートに力がありました。そして小久保、これはちょっと引っかかったボールなんですが三振、ピッチャーのジョンソンは見逃し三振。5回です。今日3番に入った田中、松山もストレートで三振。この辺りは非常に流れが DeNA に来ていました。そしてその直後に飛び出した宮崎のホームラン、1対1。6回は2アウトランナーなしで小久保にフォアボール、ここで今永は降板、2番手三上、岩本の打球、柴田の好守備、その前には宮崎の好フィールディングもありました。7回の表、砂田もいいピッチングを見せました。8回はパットン、ダブルプレーもあって3人でこの回を終えました。で9回は山崎康明、今日は素晴らしい内容です。3人で片付けた山崎です。しかし10回、田中健次郎が捕まります。打者2人、バッターは新井、外のカーブを新井さすが左中間へ持っていきました。2点タイムリー、勝ち越しはカープ。その後なおもランナーをためてルーキーの坂倉、ボール球なんですが、この泥臭いプロ初ヒットが初タイムリー、2点タイムリーになりました。嬉しいプロ初安打。10回の裏はピッチャーは中崎、最後はクローザーが締めました。5対1。今日王手をかけることはできませんでした DeNA ベイスターズ。ここは松山の素晴らしいバッティング、うまさが光りました。ノーアウトランナーは2塁、0対0から、そして今日は6番に入っていたメヒアのセンター前へのヒット、1点が入りました。しかしその後は今永、ランナーは出しましたが4回、今度はメヒアを高めのストレート、今日はストレートに力がありました。そして小久保、これはちょっと引っかかったボールなんですが三振、ピッチャーのジョンソンは見逃し三振。5回です。今日3番に入った田中、松山もストレートで三振。この辺りは非常に流れが DeNA に来ていました。そしてその直後に飛び出した宮崎のホームラン、1対1。6回は2アウトランナーなしで小久保にフォアボール、ここで今永は降板、2番手三上、
岩本の打球、柴田の好守備、その前には宮崎の好フィールディングもありました。7回の表、砂田もいいピッチングを見せました。8回はパットン、ダブルプレーもあって3人でこの回を終えました。で9回は山崎康明、今日は素晴らしい内容で3人で片付けた山崎です。しかし10回、田中健次郎が捕まります。打者2人、バッターは新井、外のカーブを新井さすが左中間へ持っていきました。2点タイムリー、勝ち越しはカープ。その後なおもランナーをためて、ルーキーの坂倉、ボール球なんですが、この泥臭いプロ初ヒットが初タイムリー、2点タイムリーになりました。嬉しい